なので、温泉にも行きます。ロコたちはビトビトになりながらも温泉を目指すことで源泉かけ流し、熱々です。なほチャンネル。晴れました。お天気です。晴れです。ご飯屋さんを出て少ししたらびちょびちょ事件です。雨が降ってきました。雨です。なのでこんな感じで雨がたまにババーと降ります。果たして今日は温泉に行けるのでしょうか。曇って雨が降ってきた。行きますでしょうか。ご休憩です。雨が降ってきます。雨は微妙に降っております。ひなほたちはこれはびちょびちょになりながらも温泉を目指すことにいたしますので、それでは、なんか煙、湯気です。湯気、あれは山から湯気が出ているのでしょうか。温泉でしょうか。あれは温泉なのではないでしょうか。源泉かけ流し温泉でしょうか。それでは到着までしばしお待ちを。雨が降ってます。さっきよりは雨がびちょびちょです。わー、ロマニー温泉っぽいです。ロマニー温泉です。ここでしょうか。ウェルカムって書いてある。ここです。これはやってるでしょうか。ここはロマニア温泉到着しました。到着です。ここがロマニア温泉。お客さんもいるっぽいです。車が3台も止まって、4台も止まってるので、こんな雨でも温泉、これで温泉です。着きましたが、びちょびちょです。雨がすごかった。ヘルメット、一緒にいただきたい。しまっとく。こっちがポップコーンのあるところです。あとここにシャワーもあるよ。
トイレ。あとはそのまま置く感じかもしれない。こういつもあるのか。ではないでしょうか。あそこ。そうですよ。あそこ、あそこ4つ温泉があるよ。こっちかそっちか。どっちを、こっちかそっちか。多分こっちにも温泉があるからということですね。うん。むしろ俺はここのまま着替えてもいいんだけど、これがあるから。ベンチがあって荷物が置けて、ひなたを、ちょうどいい温度で40度がちょうどいいです。この45度はちょっと暑い。暑かったです。暑々。あったか。すげえあったかい。あったかい。雨打たれてたからちょっと。ちょうどいい。さっきまでこちらは現地のキッズたちがわらわらいたのですが、タイ人の人は気遣いなので、もしかすると散ってしまう、端っこに寄ってしまっています。これは申し訳ない。温泉は真ん中のプールがちょうどいいです。端っこのプールはもう源泉かけ流し、ポカポカすぎてちょっと熱々で入れませんでした。45度って45度は結構暑い。菌がいっぱいです。キッズは隙間にぎゅうぎゅうに入ってしていました。シャワーダラダラで修行してたのは、あの赤パンの男の子です。気持ちいいです。雨の中入るのもまたいい感じです。どうなるかと思いきや、人気な温泉です。ここは温泉入りたい放題。意外とタイの人も温泉大好きっぽいです。温泉、猫も温泉が好きらしいです。あそこは気持ちいいのでしょう。にゃんこは微動だにしません。可愛いです。にゃんこです。みけちゃんです。これは気持ちいいのでしょうか。これは動きませんが、くっつきたいです。くっついてもよろしいですかね。にゃんこは温泉にゃんこです。ここにいるのは温泉にゃんこ。温泉に入るとにゃんこと守れることができます。大サービスです。看板招き猫、キッズが走り回っております。あ、温泉じゃない。ここは川ですが、ここは温泉の壺があります。源泉でしょうか。温泉。硫黄の匂いがするので、これは本気の温泉です。マジ温泉です。南国なのに温泉はとても珍しいと思います。温泉、いいです。雨でも大丈夫です。びちょびちょでも OK なので。
すごい楽しみます。ここには入れません。稲穂はちょっと入ろうとしましたが、ここの木の壺は多分源泉がためてある壺になりますので入れません。あっちの切り株も源泉が湧き出ているようですが、あそこも入れません。入れるのはプールのみです。プール、ウォームプールだけです。温水プールだけ入れます。温水プールは4つあるのですが、水ので45度、これは熱々です。修行をするぐらい暑いです。あとは40度と42度、40度はちょうどいいです。あ、42度がちょうどいいのかな。42度がちょうどいい。42度がちょうどいいです。びちょびちょ事件になりますが楽しいです。温泉は来るべきです。外国人の観光の人も結構いらっしゃるから、更衣室も綺麗だし、トイレもあってシャワーもあります。そしてニャンコもいるのでぜひとも来ていただきたい。よかったです。ロマニ温泉入りやすかった、ね、入りやすかった。7時ぐらいまでやってるっぽいので水着を着てくるといいです。入る前にシャワーを浴びてくださいって書いてありましたので、シャワーを浴びてから、シャワーはお水です。ちょっと冷たい。お水でシャワーを浴びてからプールに入りましょう。温水プールです。温泉です。これはロマニ温泉。4つもあるので、温度はお好きな温度で。暑くなったらクールダウンして、外の牛さんをご見学すると気持ちの良いです。カントリー場だよ。先ほどのキッズたちはよく常連さんみたいで、めちゃくちゃわらわら飛び込んでました。わらわらいました。人数制限はあるみたいですが大丈夫です。いっぱい入っても大丈夫です。稲穂さん体が冷えてきましたので温泉へ行ってきます。ここから温泉が流れてきます。ここ、ここは一番ホットです。ここは一番ホットです。深さにびっくりしちゃった。立ち湯です。ここ立ち湯ができる。ここは深めです。立ち湯です。暑いです。45度は結構熱々です。雨はザーザーですが気持ちいいです。キッズたちが自由に遊び回っております。キッズ人気です。これは温泉に使っていきます。雨でも気持ちいいです。ここはお泊まり OK なバンガローっぽいです。プールが4つあります。水跡ついちゃった。入りました。これから戻ります。おいこです。え、チケット売り場です。今土砂降りだったのですが、帰りは晴れました。温泉でゆったりできて最高ですね。バスで、そうそう、観光バスが、観光バスです。ロマニーです。ロマニー温泉です。素敵でした。気持ちよかった。なんかトコ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 って言ってる。お風呂に入ってポカポカです。汗が吹き出てそうです。温泉、まさかタイで温泉に入れるとは思いませんでした。この辺温泉があるのでしょうか。他にも温泉があるのでしょうか。温泉巡りもいいかもしれません。すごい入りやすかったね。すごい入りやすかった。おいこ前なので、私たちが来た時雨降ってましたけど、タイ人の方がいっぱいいました。
キッズたちがわらわらいた。なので地元にも愛されてるお風呂っぽいです。源泉かけ流し熱々です。気持ちよかったね。お風呂に入った後はアイスシーコーで一杯やりたいので、ね、次はカフェに行きます。ロマニ温泉からお伝えしました。今日は温泉に行ってきました。